今度10月に沖ノ島の写真展は大体70点ぐらいですかね。はい、そうですね。はい、70点ぐらいを展示するんですけど、村へっていう朝日カメラでの連載、それで僕がなんか有名にさせてもらったようなもんなんですけど、その村へが始まった年の春ごろ沖ノ島に来てんですよ。はいはい、それでなぜかあの田舎の小さい駄菓子屋みたいな店屋っていうのをやろうかなと。はいはい、であのあっちにいる木下さんとかね、あれ大学で一緒だったし、話聞いて沖ノ島っていうのはそういう人も多いんじゃないかなって勝手に思って、うんうんうん、勝手に来たんですよね。そしたらあれ木下さんはいないし自分で一人で歩いたんですけど、うん、うまく店屋がちゃんと見つからなかった。だけど四五日いて結構いい写真は撮れたんですね。だけどその店屋の写真はほとんどなかったから、だからあの引っ込めてたんですね、その村への連載から。なるほど。要するに未発表の写真がこれだけ多く見つかったってのはそういう理由という。そう、あのあ、なるほど。フィルムでいうと30本ぐらいあったんですかね。はい、で見直すこともなくて、それでそのまま僕も忘れちゃってたんですけどね。はいはい、その木下さんとか何人もその日大の同級生いるんですけど、なんか時々集まってあの食事したりなんか、うん、でもみんな78とかあの80に近い手届くんですよね。はいはい、もうそろそろもう大詰めだから、最後になんか人のためになっていいようなことでもやりたいねって。あ、なるほど。あの木下さんがいる沖ノ島でなんかあの僕の写真展をやったらどうかって言った人がいて、でそうだそうだみたいになって、でそれを言われてあの言ってきた人たちは僕の村へをやろうと思ったんですね。で言われてすぐにそういやあの時引っ込めちゃった写真があってそのまま埋もれたまんまだなと思ってた。であのすぐそれ使えるかもしれないと思って引っ張り出したら、やっぱりちゃんとあってカビも生えてなくて綺麗で、で今見ると余計よく見える。もう本当50年前だからね。そうですよね、半世紀ですもんね。そうでちょうど小さい子が写ってと皆さんがひょっとしたらその頃のあれかもしれないぐらいの感じで、でそれは面白いかもしれない。でプリントもほとんどしてなかったから、そうですか、あの慌てて70点か80点プリントして、やっぱり良かったですよ。それでやろうってなって、それでここの館長さんも話になってくるみたいな。そうですよね。うん、だからあのなんていうのかな、写真への最後のご奉公というかね僕としてはね。